はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイジです。では、This is the Police 続きをやっていきましょう。今日は61日目になりますね。朝刊チェックからです。収穫作物に毒混入、政府の仕業と農家が主張。市内の川でワニ出没。ラストピクチャーシネマの映写技師誤ってポルノを上映。ポルノが始まった瞬間どんな感じだったんでしょうね。で、今日は9月13日の金曜日か。なんか嫌な予感がするな。大丈夫かな？レイグッドは今日欠勤。なるほど。シャローはフラフラ。まあ、シャローはいいか。昨晩ゴミを出しに行くとたまたま膝がブレを起こしてしまったのですが、今朝になって水ぶくれになっていて深刻な症状ではないものの、念のために医者に見せたい。まあ、そう言われたら休めって言うしかないよね。今日は娘の結婚式。いや、行ってください。疲れすぎてフラフラ。モリス。いや、モリスはダメだ。頼む。頑張ってくれ。警官狩りが始まっているんで、2人1組、場合によっては3人1組とかで行かないと出動してくれないケースがあるんで、警官の数はある程度揃えておきたいんですよね、どうしても。視聴者からの、連絡。ここのところ何人にもわたってゲイの権利を訴えている性的マイノリティ団体に悩まされてきた。最近は比較的おとなしくしていたんだが、先週は3人の教師が青少年に向けた同性愛の推進活動を行ったことで解雇されている。この教師たちは性的マイノリティについてパンフレットを生徒たちに配布し、周囲の理解や寛容さの重要性を訴えていた。法に沿って適正に彼らを処罰したのだが、これに対し抗議者が結集し、学校の外に集まって抗議を行っている。生徒たちは男同士がキスしている光景を見るために学校に通っているわけではない。抗議者たちを懲らしめてやれば少しはおとなしくなるだろう。懲らしめてやるっていうのがなんか若干怖さがあるな。給料66ドル、6600円ですね。マフィアから1250ドルなんで、50%職員とシェアしましょう。で、性的マイノリティ団体のデモに対して4人送らなきゃいけないのか。そうすると下位4人送る方がいいよね。さらにスワットに5層も送りましょう。で、マーティン・スティッド、ジャック、野蛮な教師たちは幻聴に沿って公正に解雇された。しかし誰にも危害を加えない限り抗議者たちにも考えを主張する権利がある。まあそうですよね。いざという時に備えて身を守れるようにしておいておくれということですね。ステファン・マリニアックにとって不利な証拠。誰なんだ、ステファン・マリニアックは。まあ、きっとデモ側の人間なんでしょうね。パトカーの無線内容を偽装する。でも鎮圧した警官が同性愛者に嫌悪感を抱いており、解雇された教師のニュースを聞いて奴らをガス室に押し込んで殺されたらいいのにと無線を通して発言したとでっち上げる。なるほど。教会の印象が押された手紙を偽装しておいた。これは教会にとって不利な証拠になるんですかね。数年前に君が懺悔室で告白した内容を記載し、検察官の名誉を損なう情報は編集しておく。ちゃんとした配慮がされてますね。司教が君に、同性愛者を罰せよと要求してきたとでっち上げた。これに従わなければ犯した罪を暴露すると脅迫する分も加えておくぞ。ちょっとよくわからないんで却下しましょう。何を言ってるのかよくわからない。電話による脅迫。オラバジェットが男から電話で脅迫されているのはこれで2回目。その男は彼女の家族を全員撃ち殺すと言ってるらしく、その背後で男たちが笑う声が聞こえた。そして新しく手に入れたマシンガンを早く使いたくて仕方がないと言っている。私はフリーバーグでそこそこ有名な政治家だから、この脅迫は私の仕事と関係があるのかもしれないと。かなり脅迫性があるな。しょうがない、警官送りましょう。フロリドとバーディ、この2人だったら何とかしてくれると信じたい。うわ、2人じゃ行ってくれないか。しょうがないね。じゃあ誤報であることを祈りたいな。誤報でもね、死亡者が出ましたね。でも無理やり鎮圧しますか。まあ死がね、懲らしめてやるっていうんで鎮圧しましょう。これによって警官を増やしてくれれば御の字ですからね。さてと、まず売春か。ルート22、ラッセル・スリーパーは郊外の道端で売春本部にかけて激怒。数え切れないくらいの売春夫たちが並んで通り過ぎる車の木を引こうとしているのだ。
胸や尻を露出して勧誘している者もいる。今すぐここに来て、この人と信じらずとも何とかしてくれ。いや、これは無理だな。売春婦にもね、生活がかかってますからね。児童性的虐待。学生のキャサリン・カンポスは友人のステイシー・ベングがハートをあしらったグリーティングカードを教師に送ったところ、その教師は、チランなジョークを言って彼女を放課後のオフィスに呼び出した。私は帰るふりをして盗み聞きしていたが、初めは落ち着いて対応していたけれど、そのうち動揺した様子で悲鳴と泣き声が聞こえてきた。レイプだな、これは。許せん。送りましょう。売春はね、まあ、もちろん、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、僕のこのプレイヤーネームワナリングルフィッシュっていうのは、実はマカオにあるリスボアホテル、もう今は壊滅させられてるんですけど、その地下にあったその通路に売春婦たちが大量にいてですね、くる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 ずっと回ってるんですね。それを誰が名付けたのか、回遊魚と名付けたらしく、そこから僕もワンダリングルフィッシュって取ってきてるんですよね。ワンダリングルフィッシュイコール回遊魚です。で、ガラスのドアから抵抗する女学生に追いかぶさる男の影が確認。男は女学生をカウチに投げ、女大生は大声で泣いている。なるほど。どうしようかな。まあ、まずはドアをノックしましょう。コンコン。まあそうだよね、きっちり逮捕しましょう、こういう危ないやつは。集団暴動ですね。デザイア公園。パニック状態の若者から通報。あ、神様、お告げが現実になった、現実になった。数えきれない数のゾンビが公園をうろついている。映画のシーンみたいに、神様、吸血鬼を、フリーバーグは破滅した、国家警備隊を早くよこして。これ絶対イベントだよ、イベント、間違いない。ゾンビが現れるわけがないんで、まあ、イベントだと判断しましょう。13日の金曜日ですけどね。そうだよね、ホラー映画フェスティバルだったよね。さあ、このままこのまま終わってくれ、今日は。家庭内騒動ですね。隣人が猛烈な口喧嘩、殴り合いの喧嘩に発展しそう。まあ、これも口喧嘩の類って結構ね、警官が介入する話じゃないんですよね。民事なんですよ、基本民事。無視しましょう。不審人物、デザイア公園。ある女性が夜ジョギングに出かけると、フードをかぶった男性につけられていることに気づいた。逃げ切ることができたけれど、不審者がまだ公園にいて他の女性を狙っていると危ないよと。なるほど。だったらそういうことなら送りましょう、警官を。で、検察当局からですね。フリーバーグ検察署は、本日あなたが性的マイノリティ団体のデモで司法権を乱用したと信じる十分な証拠を入手。マジか、尋問に招集か。9月15日か。やだな、どうしようかな。職権乱用だったら市長の方が絶対乱用してますよね。誰も口論していないよっていうことでしたね。キッズパークでの殺人未遂事件ですね。急いで。男たちの集団が女装した男性を捕まえて暴行を加えている。男性のタイツを剥ぎ取ってリンチをしているかのようだ。え、何これ、全く意味がわからないけど、とりあえず護送車も含めた警官隊を送りましょう。ねえ、誤報か。その不審物の弾丸が夜のジョギング中だっただけか。結構誤報かどうかの見極めが難しくなってきてますね。さあ、もう事件はいらないよ。事態が深刻ならドレイクを送りましょう。ドレイクを。これが最後の事件だったら3人送ってもよかったかな。もう事件起きないよね。わあ、3人送ってもよかったですね。ドレイクだけじゃなくて、フロリドとモリスも一緒に送っておけばよかったかな。まあ、今更だな。
逮捕してくれたね。 OK です。じゃあ勤務も終了です。はい、というわけで、15日明日かな、公聴会に呼ばれますけど、とりあえず、なんとかなりましたね。というわけで今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。